手作りのプリンセスケーキプリンセスケーキプリンセストルタはふわふわしたスポンジケーキとカスタードクリームの層を交互に重ね厚いドーム状のホイップクリームを乗せ薄く伸ばしたマルチパンを全体にかぶせて滑らかな丸い形に仕上げた伝統的なスウェーデンのケーキであるプリンセスケーキの元のレシピには一般に信じられているものとは裏腹にラズベリージャムは含まれていなかったもし ラズベリージャムが入っていたら、プリンセスケーキは、伝統的に、オペラケーキであるとみなされ、ピンク色のマルチパンで覆われる。外側に被せるマルチパンは通常緑色であり、粉糖をまぶして、しばしばピンクのマルチパンのバラので装飾される。最初に出版されたレシピは、1930年代に、ベステルイエートランド校、カール王子の娘たちの家政学教師だった家に、 オーケルストレームによって表されたプリンセスオーナーズココバック王女様たちの料理書という料理本に初めて登場した。このケーキは当初単にグロントルタと呼ばれていたが後にプリンセストルタと呼ばれるようになった。これはカール王子の3人の娘マルガレータ王女、マッタ王女、アストリット王女が特にこのケーキを好んだからだと言われている。マルチパンには 緑色以外にも様々な色のものがあり、青いマルチパンを用いたものは、プリンストルタ、ピンクや赤のマルチパンを用いたものは、オペラトルタと呼ばれる。ありがとうございます。